皆さんよろしくお願いします。哲学とです。この動画では、私が、医療情報基礎知識検定試験という試験を受けた時の、勉強方法とあと体験記についてお話ししたいと思います。この資格は医療情報技師という、資格の、前段階にあたる資格なんですけど、この資格を持っていると何がいいかっていうと、医療機関、病院ですね。病院の、例えば医療、情報システム、の担当者としての知識が問われる資格で、病院の医療システムって何かっていうと、電子カルテのシステムだったりとか、あとその診療報酬の請求っていうのがありますね。それに使うシステムの、概要なんかが理解できるんで、病院に勤めたいシステムエンジニアの人なんかが調整するといいんじゃないかなと思います。で、私もちょっと医療関係の情報技術者になりたいなと思ってた時期があるので、その関係でちょっと受けたんですけど、基礎知識検定は80問中71問で正解で合格したんですけども、ちょっとみんなの受験期に投稿した受験期をもとにお話ししていきたいと思うんですけど、合格点80問中、60問以上の正解で合格という感じなんですけど、まずですね、この資格を取るために、テキストは売ってるんですけど、医療情報技師をいきなり受けてもいいんですけど、このテキストとしてはこの医療情報サブノートっていうのが非常にコンパクトにまとまってる、医療情報技師になるため の、 講習会の内容をそのまま収めたような内容なんで、これを一冊やって、あと医療情報技師の過去問をやるのがいいかなと思いますね。で、受験分野なんですけど、まず医療情報の病院とか、あとその、疾病、病気のその基礎知識っていうものがやっぱり必要になりますので、ある程度その医学基礎みたいな感じの部分と、あとその医療情報技術、先ほどお伝えした、電子カルテだったり、診療報酬のシステムだったりっていうものの、知識。あと、もう一つが、三つ目が、普通の、いわゆる情報技術についての知識なんですけど、情報処理試験の、基本情報なんか受かってる人だったら、このコンピュータ技術の部分はそんなに苦労しないでも、理解できる内容だと思いますので、主に私は、医療の部分と、あとその医療情報システムの部分について、試験勉強したという感じですかね。人によってはね、医療の方に詳しくて、情報技術にはあまり詳しくないという人もいると思うんで、試験、勉強の仕方もそれに合わせて変えていくっていうのが大事だと思うんですけど、まずこの医療情報サブノートっていうのを10日で読んで、あとの残りの4日で、過去問を解くっていうような勉強方法をしたんですけど、なんで私、勉強時間としては2週間だったんですけど、ちょっとね、もうちょっと勉強して、医療情報技師の方を受けた方が良かったかなとも思ってます。で、情報処理技術分野についてはすでに知識があったので、非常に簡単に感じましたが、医学、医療分野、医療情報システム分野は初めて学ぶことが多く、過去問もパッと解ける問題が少なかったので、まず問題側の正答に丸をつけ、その解説を読んで知識を身につけていくという勉強をしましたと。これはどういうことかっていうと、この過去問題集の正解の方に丸をつけて、どっちかというとその、一つ一つの問題を暗記していくっていう感じですかね。で、なんでその選択肢が正解になるのかっていうのをちゃんと覚えていくと、結構同じような問題、全く同じ問題はあまり出ないんですけど、似たような問題出ますので、解けるようになるかなと思います。で、医療情報技師の過去問に比べると、この基礎知識検定の方はかなり初歩的な問題が多くて、複数選択問題もなかったので解きやすかったと。確か丸×の2択だったと思うんで、かなり、
医療情報技師に、まあ、興味があるっていう人が、まあ、最初に受けるのにはいいのかなと思いますね。で、まあ、結果的に、まあ、80点中70点、71点と。で、受験者へのアドバイスとしては、まあ、自分の得意分野から勉強を始めることをお勧めしますと。私の場合は、まあ、情報処理分野から、勉強を始めましたが、まあ、医療関連職の方は、まあ、医学、医療分野から勉強した方が簡単かもしれませんと。医療情報基礎知識検定の範囲は基本的に、まあ、サブノードでカバーできるようですが、問題英紙は必須だと感じました。基礎知識検定の過去問題集は発売されていないため、医療情報技師の過去問を解くことをお勧めしますと。なので、まあ、ぜひね、次は医療情報技師自体を受けたいなと思ってます。で、試験自体は、時間自体はかなり余裕があって、60分のうち20分を残して退出しましたと。計算問題などはほとんどなくて、まあ、統計について少し考えさせる問題がある以外は、知識問題なので、まあ、どれだけ過去問で正しい知識を身につけられるかが勝負の試験ですと。結局知識があるかないかなので、問題を解く時間自体は十分足りると思うんですけど、まあ、知らないと解けないっていう問題なので、まあ、ちゃんとこう、医療情報サブノートとか、あとまあ、過去問で知識を身につけていくのが大事かなと思います。まあ、もしこれが、この動画で、まあ、医療情報基礎知識検定に合格したり、あと医療情報技師に合格されて、まあ、病院の中で、まあ、情報システムに関わる方が増えればいいなと思ってます。まあ、もし、なんか、質問なんかありましたら、気軽にコメントいただけたら幸いです。この動画が参考になりましたら、右下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録の方もお願いします。どうもありがとうございました。